正しいとは何かというのをですね、まあ、小学館の本にも出しておりまして、このブログにも何回か出してるんですが、いろいろことにあたってまあ考えるところがありまして、その一つをちょっと追放版として書きました。人はですね、日常的に自分の目の前にあることについての話題とかですね、話題についてですね、ほとんど、ほとんどのすべてのことをですね、これは正しいとか、これは間違ってるというふうにまあ思うもんなんですね。 で、この基本は自分に得になることを正しいと思い、損になることを間違ってると感じるのが普通で、まあこれはあの動物としては非常にまともなことで、まあ自己防衛反応の一つであります。例えば、えー、例えば国と国との間ですと、中国人はまあ中国のことを正しいと思い、日本人は日本人のことを正しく思ったり、まあするもんなんですよね。これはあの、別などっちが悪いというわけでなくて、人間が動物であるとまあいうことなので、まあそうなるわけですが、 ただ、人間はまあ、理性がありましてですね、まあ、それだけでは、あの、納得しないわけです。まあ、そこで周囲の人が納得できる言い訳を、まあ、頭で考えるわけですが、まあ、この理性がなぜあるかっていうと、まあ、自分一人では人生を送っていけないと、まあ、いうことでですね、まあ、人間としての大脳の納得性を得るという活動で、まあ、基本的には、えー、まあ、個人、集団っていうのを全部入れますとですね、 動物は遺伝子的に、本能的に集団の利益も代表して、自分が自ら犠牲になったりするんですが、人間はやっぱり納得性というものを重んじるわけですね。ですから私はですね、正しいというのは単なる理屈付けであって、本当はですね、もっとおっぴらに、俺の得になるからそれは正しいんだと。 だけども、俺の得になるかってうんじゃあみんなが納得しないから、まあ理屈をつけたんだというようなことを言うのが、まあ実は誠実な態度ではないかと、まあふうに思ってるわけですね。だから、まあそういうことだから人間はほとんど瞬時にして、正しいとか間違ってるとか言えるんじゃないかと思うんですね。まあつまり損得判断ですから、すぐ言えると。まあ深く考える必要はないということですね。まあ例えば今シリア、アメリカがシリアを爆撃します。 まあどう見ても普通に考えたら正しいことではないですよね。だって戦争はまずいけないと言ってるわけですから、話し合いをすればいいんで。それから防衛だけは正義だと言っているわけで、攻撃、侵略はいけないんだっちゃわけですね。侵略はダメだと。防衛だけは正義だと言ってるわけですから。世界中で言ってるわけですから、まあアメリカが地球の裏側まで行ってシリアを爆撃する必要はないんですよね。しかし、こんなこと、こんなにわかりやすいことでもですね、 理屈をこねれば正しさを作り出すことができるわけです。例えば、世界秩序を守るのは指導的立場にある国としては当然であるとかですね。このまま放置すると過激派が世界を制覇,するから制覇するから未然に防ぐのだ、なんなんですね。本当は心の中は石油の利権を守りたいとかですね。そういうのがあるんじゃないかと思うんですけどね。それは言わないと。 そこでですね、えー、正しさはその人が得になることであると、まあ一応仮定を置きますとね、本当の正しさを決める準備が必要であることがわかります。それはですね、その人の年齢、性別、国籍、幼児体験、趣味、成功ごとに分類して考えなきゃいけないと思うんですね。例えば、アメリカのシリア爆撃ということについては、 アメリカ人とイスラム国の人、国の人、それからインドネシア人を例えば例にとるとですね、当然アメリカ人はもう、イラクが、あの、シリアにア、あの、イスラム国があるから憎らしいから爆撃しなきゃやらないと。これは正義の、神に頼まれた自分の正義だ。なんて言うでしょうね。イスラム国の人は、今度は神様が違いますからね。アメリカが爆撃するなんかとんでもないと。アメリカが爆撃して死んだ人の数だけ俺たちも殺すと。まあ、こう言ってるわけですね。 インドネシア人はまあちょっと遠い話なんですが、イスラム教ですからね。まあ、イスラム国に味方したいなという感じになると。つまり、これはあの、アメリカ人とイスラム国人とインドネシア人で違うわけですから、えー、本当に何が正しいかはお釈迦様に聞いてみないとわからない。とこれは当たり前ですね。ちょっと突然としてその話題を非近なものにしますとね。 えー、節約はいいものかっていうのは私もいつも疑問に思ってるわけですね。えー、お年寄りに聞きますと大体は節約はいいことだっていうわけです。ひどい人になると節約は日本の文化だなんて本当は文化じゃないんだけどそういうふうに言ったりするわけですね。これは理屈をつけるわけです。ところがちょうど遊び体盛りの若者はですね、今そんなことしたらもうあの人生楽しむことできないから嫌だよとか言うわけですね。 私はこれは若者が正しいと思うんですよ。だってそのお年寄りはですね、若い頃散々バブルで遊び放けて、もう飽きたと。それから自分の人生をもう彼女の必要な年じゃないから、節約してもいいやと。こういう理由ですからね。それをまあ日本文化だとか言ってるに過ぎないわけですから。ヨーロッパ人に聞くと節約がいいというわけですが、それはここ300年間アジアを植民地にして散々贅沢をしてきたと。 しかし今はアジアは独立しなきゃ、独立させなきゃいけないし、そうすると自分たちが働かなきゃいけない。ということで、まあ地球環境みたいなのを持ち出して、まあ節約と言ってると。アジアの人に聞くとですね、え、節約これからやっと自分たちも欧米並みの生活をしようとしてて、今では欧米のエネルギーの5分の1しか使ってないのに、なんで私たち節約しなきゃいけないのと、まあこういう風うになるでしょうね。女性もまた面白いんですよ。 私男性ですからね、女性が言ってんの聞くとなんかいつもおかしくなっちゃうんですけど、節約は良いことという女性が多いんですけど、よくよく聞いてみますとね、節約してお金を貯めて旅行に行きたいとかね、老後に備えたいと言ってるわけですけど、これは節約ではなくて用途の違いであります。まあ、というか節約という言葉をちゃんと定義しなければいけないということですね。節約、例えばまあ、環境のために節約するっつったら、まあ、 えー、旅行に行こうが、車を買おうが、それはその人のお酒を飲もうが、それはその人の趣味であってですね、別段、旅行は節約に入らないっていうことがありませんからね。老後に備えるんだって、老後に自分のお金を使うんなら節約になりませんね。まあ、女性の節約と言ってるののほとんどは用途の違いなんですよ。 つまり女性でですね、給料上げ、上げて、2倍に上げていいですかって大体反対する人いないんです。どうぞ上げてくださいって言いますね。給料上げるっていうことは、今の給料で生活してるわけですから、給料が2倍になればそれだけ浪費するわけですけどね。だからまあ、まあそれはまあ,あまり言わないと。つまり、まあこの他にまた節約について私がちょっと節約嫌なのはですね、自分が節約をするっていうのは別に私構わないと思うんですよ。自分の趣味ですからね。それこそ幼児体験だとか、 それからまあ性質ですね。僕みたいに我々積極的な性質はまあ節約するよりか、あのお金使って楽しんじゃえとこう思いますけどね。まあもちろん性格によっては節約がいいと思う人もいるわけですね。だけど困るのがね、他人も同じ考えじゃなくちゃいけないっていうパターナリズム。えー、つまりお父さんの強制型ってのがあるんですね。これがおじさんと女性に同じように多いっていうのもちょっとなかなか不思議ですね。 私がここで幼児体験っていうのを出したのはですね、実は里山がいいっていう人がいるんですけどね。この里山が良くて、えー、舗装された道路だとか、近代的なビルとか、エアコンは嫌だという人がいるんですね。そういう人は大体ゴルフ場は反対するんですよ。私が見ますとね、里山もゴルフ場も自然に手をつけて人間の役に立つようにしたというもので同じなんですね。ただ、 里山はですね、貧乏な時代に田んぼを作ったわけですから、まあなんかこう、お米が食べたいなっていう人は里山がいいと思うんでしょうね。私なんかはまあどちらかというと遊びたいっていうんで、まあゴルフ場がいいという。まあそんな感じなんですね。見かけはどっちが綺麗かっていうと、大体ゴルフ場が綺麗ですよ。ゴルフ場は綺麗に芝が張ってありましてね、お金をかけて綺麗にしてますから、本当に美しいですね。ところが里山は大体貧乏ですからね。 草が生えたりななんんかして厄介なもんですよで里山は良いけれどゴルフ場は行けないという意見が結構多いんですがこれはやっぱり幼児体験が一つあるんでしょうね、えー。まあ幼児の時から非常にこう贅沢な暮らしをしてて、えー、まあ小さい頃もお父さんとちょっとゴルフ遊びに行ったりしたとかねそれから遊びというのが悪であるという考えは日本人には結構多いんですね。 遊びが悪で仕事が善であるというのは本当かなというふうに思ったりもするんですね。私は額に汗して稼いでその分自分で使うというのはいいと思うんですが、だから他人のお金を使うというのを賛成してるわけじゃないんですが、自分が一生懸命働いて手元にお金があるのにそれを使わない方がいいというのもちょっとおかしいかなと、こう思ってるわけです。 だから、里山について、段々畑なんか、いつもそう思うんですけど、段々畑美しいって言うんですけど、私にはあまり美しく見えないんですよ <laughs>。つまりですね、山肌を削っている巣が、形もですね、別段これが美しいかなと思うんですよね。人間には美しいように見えますよ。それは見えます。人間は、まあ美人は美しく見えますしね、ゴキブリのメスで美人もいると思いますけど、見えませんからね。だからまあ、 これは美しい美しくないっていうのは主観的なんですね。それから私はもう一つ段だ々んだん畑で思うのはそこで働く人が大変だっただろうと思うんですよね。水をあげていく、もう毎日毎日坂を登り続め、しかも重労働、そしてお米を取ったって大した値段で売れないという生活ですから、段だ々んだん畑で働く意志のない人がですね、段だ々んだん畑がいいっついうのは僕おかしいと思っている。まあそういうこともあるんですね。私はですね、 私が正しいと思うことを正しいとは言いません。普通はですね。えー、っと、それはですね、私が正しいと思うと言うんです。私はこれはこう思うとか、私は皆さんと違うけどこれが正しいと思いますと表現するわけです。つまり、人間はですね、何が正しいかを判断できないというのが私のまあ昔からの信念で、自分の言うことは強く主張しますが、 強く主張するだけであって、正しいと思ってるわけじゃありません。自分がそう思ってるって言うだけですね。ただですね、そういうことを話すときに嘘、嘘っていうのは私が言う嘘っていうのはもう限定されておりましてね。自分、本人が自分がこうだと思うことを知ってるのに違うことを言うってやつですね。これはね、話がややこしくなっちゃうんですよ。まあ、NHK がその典型なんですけどね。 石油が40年でなくなると思ってないのに、石油が40年でなくなると放送するっていう、こういう類ですね。だからこれはちょっと問題だと。まあ、17年間地球の気温が上がってないと思ってるのに、地球の気温は上がってるというっていう。これはね、もう本当に話せが、話ができない感じなんですね。もう一つは場合によって違うことを言うっていうんですね。これはまあ私が経団連の会長例に出して時々言うんですけど、経済界の人が大体そうですね。 まあ利益が上がればいい、だから原発は安全ですかって言ったら安全だという、じゃあなんで東京の電気を新潟みたいな遠いところで作るんですかって言ったら、それは自分が被爆したくないからだっていう、そういうその、まあ、量化性って言うんですけどね、えー、そういった場合によって違うことを言うっていうのをしないことが大切で、何が正しいかっていうことは、ですね少しこう浮かしといた方がいいんじゃないかっていうのは私の感じなんですね。 まあ自分が得になることを正しいと感じるのは仕方ないと思いますが、嘘や良化性ですね、をやらないということだけでも、まあ日本の中で決めたいなと、そういうふうに、まあ私は思うわけです。